はい、なんと関東大会初勝利です。素晴らしいですね。ちょっとなんとかね、このまさかの敗戦のショックを振り払わなくて。お、兵藤君、神奈川スナイパー。へえ、大きく取り上げられた。おお、春の甲子園一発、兵藤君がね、見逃さずに。ひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側宇治美濃、三塁側先行チーム。いや、勝てば甲子園。観客に見送られて守りに散りました。先発メンバーはご覧の通り。あ、でも C だ。これはいけないことはないぞ。2回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは春田。第9球投げました。初球空振り、初球空振りから投げました。またも空振り。なんとかね、振るな。第3球を投げました。打ちました。当たり損ねたセカンドゴロ。一塁を組み、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先行チーム追う展開で迎える4回です。バッターは春田。最初のバッターバックスは内野ゴロに倒れています。マウンド上は諏訪。投げました。外角高め見送ってストライク。さあ次の投球、投げました。打ちました。ファール。投げた。打ちました。中にレンダークリーンヒット。センターからセカンドへ。春田ツーベース。先行チーム同点のチャンスを迎えます。バッターは2年生山上。先行チーム一打同点の場面を迎えています。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第9球打ちました。初球打ち、ショートハーフライナーを取ってアウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9球外れた。ボール。第2球投げた。おし、抜けろ。ダメだ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先行チーム得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。お、さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生小松崎。大きな声援が届いています。第9球インロー際どい球。ボール。頑張れ兵藤君に回せ。投げた。アウトローを見送ってストライク。第3球は低めの球、空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。痛烈。タイムマンで当てた。打球はそのまま伸びていく。センターからセカンドへ。まずは同点。小松崎タイムリーツーベース。先行チームなおもここで才能の開花を。ああ、急成長か。もういいよ。天才がさらなる成長を遂げることができるか。第9球投げた。ボール。王道君頼むよ。第2球ここで頼むよ。投げました。なあ、もう投げました。いい。少し意識しすぎたか。第4球はよし。さすが兵藤くん。うわ、これまさか春の甲子園出れるんじゃないか。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第
球打った初球打ち一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって3対1先行チーム2点リードに変わっています。先行チームリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生丸山。第1球投げました。初球送りバント、ピッチャーが左に転がした、アウト。さあ敵陣球にランナーを進めました。ワンアウトランナー2塁に変わります。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。第1球初球空振り、第2球投げました。このボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました。打った、うわあ、正面。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、初球空振り。さあ次の投球、おお、やばい。小松崎くん最高だ君は。チームメイトが迎えます。これはもしや2アウトランナー1塁という場面でバッターは1年生春田。第9投げた、初球打ち、センターへ上がった、掴んでこれで3アウトになります。7回の表が終わって5対1、先行チームリードを4点としています。いいよ小松崎くん。2アウトランナー1塁という場面でバッターは2年生小松崎、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。さあ次の投球、直球ストライク、インローへ。投球はこれから3球目。第4球を投げた、打った、おお、レフトの左、ヒット、一塁ランナー二塁を回った。さあもう小松崎くん様々だ。さあそして兵道くんがいる。二塁三塁となりまして、兵道今日はここまで3打数1安打。積極的に行け、もう後を任した。初球高速スライダー空振り。第2球投げた、ストレートはストレート、バッター追い込まれました。なあ、なんだよ。バットが空を切りました。9回の表が終わって、いやでもここで抑えも藤見の、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番犬飼。さあここを飛び澄ませて投球してほしい。決まったストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました。高めギリギリいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました。よし、三振。右バッターボックスには水沼、これが4度目のバッターボックス。初球打った、あ、水沼ナイスバッティングです。バッターは1年生梨本、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9投げました、え？なんやねん、くすま。第9投げました。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げた、サークルチェンジはボール、内角へ。第4球を投げた、低めボールが回って、よし、飛び込んだ、逆を見せましたがここは及びません。バッターは2年生松村。先行チームここは何としても抑えない場面。第1球投げた、打ちました、どれ、よし、試合終了。先行チーム2回戦突破です。山本見事な完投勝利、やった、2回戦を見事勝利しました。
すごい。これもしかして春出れるんじゃない？春の甲子園大会出場は確実ですね。おお。いやーすごいですね。じゃあ一気にドラフトまでやっちゃいましょうか。完成して、いやー地区大会2回戦まで勝っちゃったよ。関東の永久期間、なんそれ。地方紙どれぐらい出る。春の甲子園初出場確実に、きたー、ついに甲子園に行ける、なんてこったい。あの落胆から一転。いやー素晴らしいね。ちょっといい気持ちでドラフトを見ましょうか。もっと強っ。長谷川くんとか多田くんとかね、選ばれるんじゃないの。ピッチャーもね、山際とかすごい変化球持ってるからね。1位はまだか。第2回か。お、お、山際くんドラフト2位。やっぱパームすごいからな、変化球は。お、多田くんもドラフト2位。お、すごい。ドラフト3位も長谷川くん、やっぱ、やっぱあの3人は示された。岩本は示されないのか。あー、岩本くんは無理だったか。まああんま打ってなかったもんな、最後。すごいですね。え、もう乗ってんだっけ。いやーでもね、いやーもう春の甲子園に出れるということで、確実ということでね、ちょっとめちゃめちゃ期待しておりますが、では次は春の甲子園でやりましょう。はい。